私は今現在現役のプロボクサーとして活動させてもらっていますが、一度引退しています。家庭環境が複雑で、物心ついた時からずっとなんで生きてんだろうと、そんなことを思いながら生きていました。こんばんは。小学校2年生ぐらいまで自分の中で楽しいという記憶がほとんどありません。ただそんな自分が嫌で、ありがとうございます。そんな自分が嫌で15歳の時にボクシングを始めました。そして当時のジムの会長に、17歳になったらプロボクサーになれるからお前になってみろよと言われたのがきっかけで、ボクシングを真剣に取り組むようになりました。そして17歳でプロボクサーになり、翌年18歳では西日本新人王、22歳の時には日本ランキングに入らせていただきました。リングの上の高揚感、人に応援される喜び、人に必要とされる喜び、私はそういったものを知って人生を変えることができたんです。そして日本チャンピオン、世界チャンピオンになりたいという大きな夢を持つようになりました。ただ夢を求めれば求めるほど、結果を求めようとしすぎたあまり、プロボクサーを一度引退しないといけない状況、そういった状況に追い込まれました。まあ、ただそれがきっかけで自分の中に根拠のない自信が生まれて、俺は世の中を変えるんだって、そんな風に思いました。プロボクサーを一度引退して、それで就職で大阪から愛知の地に来させていただきました。こんばんは。ありがとうございます。それが2018年の5月です。不動産会社の不動産関係の仕事につきまして、私は26歳までずっとボクシングしかやってきていませんでした。入社当初は敬語もまともに使えず、パソコンもほとんど触れず、プロボクサーってバカなんだねっていう、そういうレッテルを貼られました。すごい悔しかったです。ただ入った会社は年功序列がなくて、数字さえすれば役職が上がる会社だったんで、いや見とけよと、見返したろと、そういった思い、反骨心で営業成績1番を獲得しました。入社11ヶ月目でマネージャーになったんですけど、ただ結果を求めれば求めるほど、自分の中にすごい虚無感というものが生まれてきました。ありがとうございます。現役のプロボクサーの村井貴也と申します。政治とプロボクサー二刀流でやらせてもらってます。皆さんよろしくお願いします。そういう思いで、まあ、仕事をやればやるほど、結果を出せば出すほど、自分の中にすごい虚無感というものがふつふつと生まれてきました。プロボクサーに復帰しないと次に進めない、この虚無感を消すことができない、そう思いプロボクサーに復帰することを決心します。29歳でした。そして今プロボクサーに復帰してこうやって活動させてもらってます。そして29歳プロボクサーに復帰した時に、選挙のオファーをいただいたことがきっかけで政治に興味を持つようになり、関心を持つようになりました。私はプロボクサーを一度引退した時に、プロボクサーを一度引退した時、世の中を変える政治家になって世の中を変えていくんだろうな、そんな風に思っています。そして今年の6月にこの参政党に出会い、ここの代表、神谷総平さんに会った時に、この方の、まあ、言ってることとやってることの一貫性、誰よりもあるなと、そして覚悟、信念、私も持ってるつもりでいたんですけど、私以上に持ってる、そういうふうに感じました。お前もっと生きるでしょって、お前まだまだ戦えるでしょって、そう言われているような気がしました。この参政党だったら今の政治のあり方が変わっていくんじゃないかな、そう思っています。そ
してこの参政党には子供や孫に素晴らしい理念を残す、そういった理念があります。そして3つの大きな政策を掲げています。1つ目が教育です。2つ目が食と健康、3つ目が国守りです。そして私は特に教育が一番重要だと考えています。教育が変われば全てが変わると思っているぐらいです。私は劣等感の塊で、劣等感が消えることはないです。今もずっとその劣等感の中で生きています。これは私が幼少期の時にずっと培ってきた劣等感じゃないかなと、そう思っています。ただ私は大人になってこう愛知の地に来させてもらって、初めて母親の愛情を受け取ることができて、自分の弱さを受け入れることができて、それが自分の使命になり天命にはなっていってるんですけど、ただやっぱ大人になってからではすごい遅いと思っています。今もずっと人と比べてしまうし、人と比べてやっぱ自分の中でやっぱ苦しみというか、そういったものを力に変えて、私はこうやってこの場で皆さんにお話をさせてもらったりとかしてるんですけど、今の義務教育の在り方を変えていかない限り、本当の意味で日本は豊かになっていかないんじゃないかなって私はそう感じています。今の義務教育は明治時代に軍事力の強化と経済の発展で富国強兵という制度の一環で作られたと言われています。当時、それでアジアで日本は優秀な国になり、そして戦後日本は敗戦国となったんですけど、高度経済成長期バブルというものが生まれて、何もない焼け野原からこうやってまた復興しました。ただもう本当に遅いと思ってます。今は、その当時はフィットしたと思うんですけど、今は本当に時代遅れというか、時代はどんどん変化していっているので、正直もう時代遅れだと私は本当に思っています。今日本はバブル崩壊後失われた30年、そして失われた40年に突入したと言われています。どんどん変化していかないといけないです。そしてデータでも明らかになっています。今は子どもたちが30万人と言われていて、そして釣る子どもたちも500人を超えたと言われています。数字でも明らかになっていますし、日本財団の意識調査でも若い人たちの世界に比べて、若い人たちがやりたいことがない、意欲がない、そういった結果も明らかになっているんです。数字もどんどんデータも明らかになっているし、実際今の日本おかしいなって、今の政治の在り方おかしいなって、そう思っている方たちもすごい多いと思うんです。ただでもどうしたいか分かんない、何をしたいか分かんない、そういった人たちもすごい多いし、今の日本に期待をしてない方、そういった方たちもすごい多いと私は感じています。その危機を感じて立ち上がったのはこの参政党なんです。この参政党は2022年に作られて、2022年に参議院が登場して、そして今では全国で140名以上の議員が登場、愛知では10名の議員が今登場しています。参政党は国民が政治に参加すると書いて参政党です。今の日本おかしい、今の日本を元気にしないといけない、そうやって違和感を感じて変化をしないといけない、そうやって思った人たちが思い一つで集まった政党になっているんです。私自身も本当に今まで政治に関心もなければ、政治に関わったこともない人間です。では私は今年の6月にこの参政党の存在を知って、この代表の神谷総平を見たときに、
覚悟が決まったというか、使命というか、これは俺がやるべきことなんだと思って、今こうやって皆さんの前でお話をさせてもらってます。私はレールに引かれた人間でもなければ、いい高校にも行ってないし、いい大学にも行ってません。ただ17歳でプロボクサーになって、人に応援される喜び、人に期待される喜びを知って、自分に責任を持つようになりました。自分の言ってることに対しての責任、自分で選んだからには結果を出して、多くの人たちに知ってもらって、また応援してもらって、そうやって自分で責任を持つようになりました。すごい、僕が大人を見てすごい感じるのは、自分のことを正当化して人のせいにしている人たちってすごい多い気がしています。結局全部自分で選んでるのに、なんで責任を持てないんだろう、なんで人のせいにするんだろうって、みんな自分で選んでるのになんでそうなってしまうんだろうって。でもこれは大人が悪いとかじゃなくて、社会が悪いとかじゃなくて、教育自体がそういう教育になってるから、そうなってしまってるんじゃないかなと私はすごい感じてます。これからの教育は、自分で考え、自分で行動して、そして行動するだけじゃなくて、自分で結果を結びつける力、そういった人材が必要なんじゃないかな、私はそう思っています。今すぐに今の義務教育の在り方や仕組みやルール、そういったものをすぐに変えるのは難しいかもしれません。ただ変えていかないと、変わっていかないと、もういけない状況になっているんです。気づかないといけないんです。そして子供は大人の背中を見て育つんです。まずは子供の教育もなんですけど、まずは大人が変わることが必要だと思っています。大人が危機感を持って、意識を持って、少しでもいいです、少しでもいいから、まず気づくことなんです、動くことなんです、一歩踏み込むことなんです。